何の切り抜きを見たんだ？みんな何の切り抜き見てきたんですか？そんな変なこと言ってたかな？ライフにその私が言ってた高級のお稲荷さんあるみたい。で、めっちゃ美味しいんです。お稲荷が紙に包まれてて、金の、黄色の、金か黄色の、金じゃない、黄色かな。で、その紙に包まれてるやつは細長いお稲荷ね。金の紙じゃない、金じゃない、黄色だ。金のお稲荷じゃない、黄色の。そうでね、波動の時もやっぱりボールをね、集めないといけないから、ボール集めってすっごく大事なのね。だから私はボールを集めようと思って、もういろんなところに「もう何でもやるんでお願いします」って言ってたの、ファンの人に「お願いします、何でもやります」って言って、全然集まんなくて。ボールって何？ボール袋くっつくよね。初めてしたけどコメント欄おもろいね。だってコメント欄おもろいっしょ。抜き抜きましたって何？そのお店はお稲荷さん以外も売って、もちろん途中でコメント読むのやめるの。読めてないよ。今日はヒートテックにならないの？暑くない？ねえ、ヒートテック着てないの今日。チヂミが美味しいんだって。チヂミ美味しいよね。私もチヂミ大好き。チヂミあが切り抜き書きました。何の切り抜き見ましたか？もう聞いちゃう。私切り抜き見ないからな。何が上がってるか分かんないんだよね。だって自分の切り抜きとか見たくないやん。グラビアの切り抜き。おすすめ？趣味なんですか？ 趣味は、観察することです。何を？待って、どういうこと？何よってどういうこと？私、ごめん、私が悪いね。今のは。人間観察です。よく外でも観察します。だから、人間の、人間の観察をするのが好きなの。人間のどこをとかじゃなくて。いや、だから人間の何をどことかじゃない。この人太ってるなーとかってこと。違うよ、そういうのじゃなくて 違う。今まで観察していっちゃ面白かった人。そうだな、ちょっと大きい人がいたんですね。なんかカフェに何ていうの、身長が高い人がいて、ちょっと話変えよ。最近何があったかな。